月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。さあ、荒々しくリング上ではうなぎさやかと葉月が躊躇なく相手の顔面を蹴り抜いていきます。こういった戦いなら葉月得意にしてるだけに、さあどこまで食い込めるか。うなぎ、ここは気持ちの戦いになっています。もうさ引けないですよね、引けない。足裏を顔に持っていけば、その足裏を顔に持っていき返すと、エルボーならエルボー出し、わあ、こういう血をかけるプロレスラーですね。必死になってうなぎさやかも返していく。今度はダウンを奪った。さあここはチャンスとなる。うなぎさやかレッグドロップ、コグマがカットに入ります。そのコグマを白川美奈が場外へ。この時間帯をうなぎに託す白川。コーナーホイップ切り返していく葉月、これをエプロン、誘われた。ああ、その誘いに乗った。エプロンでの DDT です。あの硬いところにね、突刺していきましたね。アンジがスワンダイブ、ミサイルキック、こういうところうまいですよね。カズキはおー、でもウナギ、おー、いやー、いけるいける。縄文突破でピンチをしのいでいきます。さあでもここは変わった方がいいでしょうね。そうですね。さあスイッチ、お互いにパートナーに変わっていきました。お、押していく、コグマが押していく。だがネックブリーカー、白川美奈もよく見ています。持ち上げようとしますが、これは小熊が腰を落として上げさせません。強引に持っていこうとするが、小熊にバックを取られる。なんだ、セカンドロープを使って、まあ、DDT かフェイスバスターか。小熊をマットに立たせていきました。カウント2。小熊が少し消耗してますね。今ちょっと多分予想外、想定外のダメージもらったっぽいですね。こういうの怖いですよね、試合中ね。そうですね、この不意をついたところというとこういうところがありますよね。これは避けていく。ここで葉月が入ってくる。だがうなぎも入ってくる。試合権利があるのは白川美奈と小熊。ローリング、いいエルボーですね。すごいすごいすごい、綺麗に入った。いいエ
白川美奈、白川今ね打撃特訓もしてるんですよね。素晴らしい距離感でした。非常にね、あの貪欲にね、今の技はちょっと怪力を彷彿とさせるようなダイビング歌舞伎エルボーのように打っていきました。意識したんでしょうかね。そこに歌舞伎者が入ってくる。合体フェイスバスター今もろに顔面打ちつけましたね。いい連携続いてますよ。これチャレンジャーチームいい流れ作りましたね。そうですね、これはちょっともしかしたらあれやかもしれない。これ宇多美選手もう小熊を逃がしたくないですよね。そうですね、もう白川をこのまま決めたいでしょうね。うわ、さあトップコーナーにセットして、高角度のインプラント DDT、 得意技を叩きつけた白川美奈。うなぎが反撃を止められませんでした。 FWC チャンピオンチームにとっては九死に一生を得ました。さあここは葉月がなんとか小熊のダメージのフォローをしていきたい。あ、2人なんか外落としましたよ。葉月お行きますかね。ここは捨て身の空中サポートペスイシール。何か言ってますね。小熊に指示を出しています葉月。その声が届いたか。小熊がトップコーナー、白川美奈まだダメージで意識朦朧。そこに小熊がミサイル撃破。ワンスライ、ワンスライ出させません。だがそのDDT、意地を見せた白川でしたが、白川動きたいですね。丸め込んでも撫でても打撃でもサプライズ、それが小熊。上に間に合うカットです。あーだが2対1の状況を作ったのはチャンピオンチーム。チャンピオンチーム来るぞ来るぞ。合体打球へ行った。流れを作ったチャンピオンチーム。さあ繋いでいくか繋いでいくか。落下式ブレインバスター、距離あるぞ。いった、たっぷり体重の乗った一発。すごい最後の最後、距離ありましたよ。ものすごい飛距離でした。あ、最後は葉月の垂直落下式ブレインバスターから小熊のダイビングボディープレス、白川美奈からスリーカウントフォール。2度目の防衛に成功です。まあ、もうああいうところが、体重が増してもその今の体重に対して身体能力ついてきてる証拠です。